はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの火曜レッスンの時間となります。いよいよ5月ゴールデンウィークの真っ最中でございますけれども、気候的に非常に恵まれてね、暖かいシーズンになりましたけれどもね、皆さん遠くへ出かける方もいらっしゃると思います。中にはうちにいらっしゃる、楽しんでいらっしゃる方もいるかと思いませんけどね、今日ご紹介するのは五代翔さんって読むと思いますけれども、長崎五条、長崎五条ね、長崎をね、名門してこれあの歌うタイトルは結構ございますけれどもね、今回はこの五代翔さんのこの新曲は日本クラウンから5月の8日発売になっておりますね。ちょっと割とこう高めの歌でございますんで、ちょっとね、そんなことで回転数は84回転ですね。まあブルースですね、どっちかというと3連のリズムに乗ってとうとうと歌うような感じになりますんで、まあ長崎の一つのまあ地をこう頭に思い浮かべながら、哀愁感を出しながら歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあそれでは3コラスございますけど、1コラスをお試しに、私いつもお試しだとどっかやっぱり焦っちゃうんで、感想が短かったりするかもしれませんけど、ご了解願いと思います。レッスンをしながら自分も少しずつ覚えて、皆さんと一緒に覚えていくような感じでございますので、最後の最後まで見てくださればと思います。よろしくお願いします。じゃあそれでは1コラスを歌ってみます。
煙る。ここしっかりとうとうと三拍伸ばしましょう。煙る。またその高い音、一番高い音、小雨の。ね、ここのところちょっとこう歌い上げましょう、しっかりと。この歌が部分が一番高いかもしれませんね。はい、煙から。煙小雨の。一泊して、オランダ坂を。オランダ、坂を。ね。オランダ、坂を。おのとこは半拍ちょっと開ける感じで。オーラってね。オーラーな、一拍する。3ぐらい。タタタタってから。坂を。3拍。坂を。ですね、煙る小雨のから入れましょう。はい、煙る小雨のオランダ坂を。一泊で、これはちょっとまた、3連で同じ、感覚で。濡れて歩けば作曲、やっぱり、言いませんけど、作曲の得意さ小石先生ですね、ちょっと流れる感じ。濡れて歩けばね、濡れて歩けば、ちょっと何引っ張ってばあばあ、続けて休みません。あ、未練がしみる、未練がしみるね。はい、じゃあ坂を、小雨の、あ、煙から入れましょう。はい、煙る小雨のオランダ坂を。濡れて歩けば未練がしみる。ね、次、命ギリギリ、もうこれ以上会いたい、会えない長崎の人よ。ね、愛しゅうかぜ。命ギリギリ、もうこれ以上。命、命、キーまで同じ音ですね。ドレミの下の音をね、死ぬと。命ギリギリ、ね、命ギリギリ。ブレスして、もうこれまで同じ。もうこれ以上、ね、もうこれ以上。ここはちょっとこう、会いたい会えない、哀愁感を出して、会いたい会えないっていう、会いたい会えない、真ん中の伸ばしがありますから、ここまたちょっと、チューブラリンでこうブランコ乗る感じ。会いたい会えない、最後は長崎の人よ。長崎の人よ。長崎、木が高いですね。木のって木の人よ。命ギリから行きましょう。はい、命ギリギリ、もうこれ以上。会いたい会えない、長崎の人よ。ね、3年のリズムと全体84回転のうまく乗りながら
しっかりと雰囲気を出して歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあそれではワンコラス一回通して、その後グルコラス参りましょう。先生作曲徳久小一先生でしたね。五代翔さんの新曲長崎保障
発売5月8日でございますんで、まあ、私もご本人さんの歌は当然聞いておりませんのでね、イメージしかございませんので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいね、高評価をよろしくお願いいたします。